モーゼルを倒したエルヴィンたちは光の勢力と戦端を開いた帝国を説得するために帝国内へと兵を進める。だが帝都まであと少しというところでレオンの副官レアードが立ちふさがる。帝都へ行くためには何としてもここを突破する必要があった。申し上げます。ベルゼリアより帰還してきた光の勢力が帝国領内に侵入してきた模様です。来たかエルヴィン。どうなされますかな。決まっていよう。エルヴィンを撃つ。それで光の勢力は勢いを失うだろう。レアード、兵を率いて奴を撃て。聞こえなかったのかレアード。わかりました。兵を率いて彼らを迎え撃ちます。すまないな。本来なら私が行かねばならないところだが、何分手が離せない状態なのでな。レオン様。言うなレアード。帝国を維持するには仕方のないことなのだ。行けレアード、エルヴィンを見事倒してこい。は。そろそろ帝国の領内に入ったな。おそらくレオンは俺たちに兵を差し向けてくるだろう。気を抜かないでくれ。レオン、ラーナ姉さん、大丈夫よ。きっとなんとかなるから。うん、敵です。待っていたぞエルヴィン。レオン様のご命令によりその命頂戴する。レアードか。俺たちは戦いに来たのではない。俺たちが戦うことは無意味だ。問答無用。やるしかないのか。レオン様からの命令とはいえ、あなたたちと再び戦うことになるとは思わなかった。
今からでも遅くはない。剣を引くんだ。そうはいかない。私がレオン様から受けた命令は、あなた方を迎え撃つこと。逆らうことはできぬ。ベアード。にはいかん。どうだ。うお。した甲斐があったかな。負けるか。うわ、修行が足らんようじゃな。やりおるわい。正確な攻撃だ。大切なのは心の強さ。天空をめぐる星々よ。強くなれたのかしら。レアード様、我が部隊は崩壊。
我が部隊は。もう一度聞くぞ、レアード。今からでも遅くはない。剣を引くんだ。クロイ、私はレオン様のご命令に従うまでだ。ねえエルヴィン、どうしてそこまでレアードの説得にこだわるんだい。レアード殿といえばレオン殿の腹心。その彼から説得してもらえればレオン殿とて聞く耳を持つでしょう。そういうことだ。行くぞエルヴィン。覚悟、青龍騎士団を甘く見るなよ。うわ、負けるわけにはいかん。よだ、うわ、耐えられるか。だな。うお。もっとレアードと話がしたい。俺が奴のそばへ行けるように援護してくれ。私も彼のことはよく知っています。レアードを説得するのならお手伝いさせてください。わかった。みんな、俺かラーナがレアードに近づけるように援護してくれ。任せておいて。あなたですか。レオン様に歯向かうというのであれば、たとえあなたであろうとも容赦はしない。レアード、なぜ戦わなくてはいけないの。レオンはこんなことを望んでいなかったはずよ。私だってあなたたちと戦いたくはない。だが戦わなければならないのだ。そうしなければ帝国内は今以上に混乱してしまい、以前のような戦乱状態に逆戻りしてしまう。帝国内の結束を固めるために反光勢力と手を組んだせいなのね。この帝国が混乱し再び戦乱の世に戻らないようにするため、仕方のないことなのだ。レオン様とてあなたたちとの戦いが愚かなことだと分かっておられる。だがこうしなくては大陸全土を巻き込んだ戦乱になってしまう。でもレオンのやっていることは皇帝ベルンハルトの焼き直しに過ぎないのよ。力による統一が脆いのは皇帝が身をもって示したじゃない。それがわからないの。どうしたレアード、
お前の任務はこやつらを倒すことではなかったのかな。エグベルト様、申し訳ありません。エグベルト、どうあっても俺たちを倒すというのか。いかにも。我らは陛下のご意志を継ぐと誓った。それゆえ、どうあってもこの帝国を転覆させるわけにはいかぬのだ。悪く思うなよ。くっ、よく言うよ。レアード、いい加減に目を覚ませ。レオンが間違った道を進んでいるのがわからないお前じゃないだろう。このまま放っておけば、いずれベルンハルトの二の舞になる。レオン様の命令は絶対だ。それにこの帝国の混乱を抑えるために力は必要なのだ。本当にそうだと思っているのか。力だけが全てなのか。レアード、レオンが間違った道へ進んでいるのが分かっているなら、それを正すのがお前の役目ではないのか。やはり私には彼らと戦うことなどできない。レアード、この戦いは間違っている。力で押さえつけることで統一を果たしても、またベルンハルト陛下のような悲劇を繰り返してしまうだけだ。そうならないために全てを叩き潰している。それでは表面的に反乱は収まっても、それが火種となってしまい、帝国が隙を見せればあっという間に燃え広がってしまいます。やはり時間がかかっても彼らの方法でことを運ぶべきと考えます。私とて分かってはいるのだ。だが実行に移すには時間がかかりすぎる。残り少ない私の命ではレオンを支え続けてやることができぬのだ。何弱気なこと言ってやがる。レスト、そのために俺たちがいるんだろう。俺たちが帝国に本当の平和が来るまで手伝ってやろう。それにレアードを見てみろ。俺やお前がいつくたばっても奴みたいな若者が後を継いでくれた。この年になって悟されることがあろうとはな。よかろう。この身が朽ち果てるまでレオンを支え続けよう。そしてこの身が朽ち果てた時には、エルン、レアード、お主たちに後のことは任せよう。エグベルト、さあそうと決まればテートへ向かおうではないか。レオンの奴を説得するという厄介な仕事が待っておるのでな。よし、テートへ向けて出発だ。どうだいエルヴィン、オイラのこと見直した。